魚肉ソーセージは、魚肉練り製品の一種で、魚肉のすり身をケーシングに入れ加熱、滅菌したソーセージに似た形の加工食品。多くが高温加熱済みで、常温保存で、賞味期限が数ヶ月、と比較的長い、という特徴や、タンパク質を豊富に含む、という特徴がある。フィッシュソーセージとも言う。一部に、ディオに、外属な略し方をする人や、稀に、 魚素などと略す人もいる。ジャスの企画では、魚肉及び、芸肉の原材料に占める重量の割合が50%以上のものを魚肉ソーセージとしており、15%未満のソーセージや15%以上50%未満の混合ソーセージとは区別されている。スケトウダラなどの冷凍すり身50の60%に、トンシ、調味料と香辛料を混ぜ、 練り合わせたものをケーシングし、レトルト殺菌外まで、高圧高温殺菌を行って出来上がる。必要に応じて、澱粉植物性タンパク、卵白などの決着剤、および酸化防止剤を加えることもある。数十年前まで、魚肉ソーセージに防腐剤を加えていた時代もあったが、それが問題だとわかり、防腐剤を入れないで、3種類の手法のいずれかで腐敗を防ぐ、 業界で規定を変更し、その結果、魚肉ソーセージのほとんどが保存量で賞味期限を伸ばす代わりに、缶詰同様の手法、つまり密閉容器に入れてからレトルト殺菌がまで高温高圧殺菌を行うことによって、数ヶ月の賞味期限を実現することになった。豚由来成分を使わないなど、イスラム教のハラル認証を得た魚肉ソーセージも、日本企業により生産されている。 紀元前1500年頃のバビロニアでは、イルカの肉を使ったソーセージが作られており、その製法は古代ギリシアを経由して古代ローマに伝わった。ローマでは、イルカのソーセージはサルサスと呼ばれ、それがソーセージの語源となった。養殖の普及への対応や、魚肉の保存性向上を狙い、大正時代から日本各地の水産試験場で魚肉を使用した。 ハムソーセージ風食品の開発が進められた。ツナハムについては、第二次世界大戦前から実用化されたが、魚肉ソーセージは1949年、愛媛県八幡浜市の西南開発工業、共同組合が、初めて試作に成功した。同組合は1951年、西南開発株式会社として創立し、スモークミートの名で商品化した。 翌1952年には明治屋と契約し、全国発売を開始した。その後各社の参入があったが、生産量が大幅に増えた原因として、水爆実験の影響が挙げられる。1954年3月1日、南太平洋ビキニ干渉で行われた15マウントの水爆実験により、日本の第5福竜丸をはじめ多数のマグロ漁船が、 放射性効果物を浴び、被爆した。処理のためた量の放射能を染マグロが水揚げされたことから消費者が忌避する事態となり、マグロの価格は大暴落した。苦境に陥った水産各社は余剰マグロを原料とした魚肉ソーセージの生産に力を入れるようになった。安価な魚肉ソーセージは学校給食に納入されるなど、西の横綱がインスタントラーメンなら、 東の横綱は魚肉ソーセージと呼ばれたほどの大衆食となった。1962年には魚肉ソーセージに関する日本農林企画が制定された。1972年には魚肉ソーセージの国内生産量は18万トンを超えてピークを迎えている。しかし生産量ピーク2年後の1974年使用されていた。 食品添加物の保存量、フリルフラマイドに発岩性、再帰性が指摘され、使用禁止となってしまう。同年、業界は、魚肉ソーセージへの防腐剤の使用を取りやめ、代わりに、高温高圧殺菌、pH や水分活性を調節して、加熱殺菌、従前同様の加熱殺菌をして、摂取10度以下で流通保存のいずれかの方法を採用することとした。 多くのメーカーは高温高圧殺菌を採用している。1974年の生産量は12万トンへと急落している。さらに、1976年にはアメリカとソ連が相次いで排他的経済水域の設定を宣言する、いわゆる200回離問題が発生したため、その頃、主原料となっていたスケトウダラの価格が冒頭、原料コストの高騰という問題が起こった。 また、徐々に、家庭冷蔵庫が普及し、低温輸送技術が進むにつれ、食肉及び食肉加工品が普通に食卓へと並ぶようになり、魚肉ソーセージの保存食肉あるいは、食肉代用品としての存在価値が減少、生産量を減らしていく。その後、メーカー側の開発、販売努力や、健康、ヘルシー志向も手伝って、徐々に、 魚肉ソーセージが見直されるようになった。BSE やトインフルエンザなどで畜肉の安全性に疑問が提された際にも魚肉ソーセージが注目された。一時は需要が急増してフル生産体制になりメーカーは当枠したという。1990年以降の生産量は年間5万から8万トンとなっている。文部科学省。 日本食品標準成分表2015年版、厚生労働省、日本人の食事摂取基準を定増法2本、食品標準成分表を定造法2本、食品標準成分表脂肪酸成分をもて編み、豚肉を腸などに詰めたソーセージは、冷蔵が必要で、それでも、賞味期間がかなり短いのに対して、魚肉ソーセージは、常温で数ヶ月ほどあるということが魅力だ、と消費者が感じている。 ということが、消費者アンケートで明らかになっている。魚肉ソーセージで、イスラム圏開拓、日経産業新聞2018年11月13日2018年11月14日、閲覧。秋道友也。叩きの人類史玉川大学出版部2019、ISBN978 から4から472303111ピアニッシも、 158から159、AB オバタアツシ、1999、研究ノート、02クロシオ、高知大学クロシオ県研究所処方、高知大学クロシオ県研究所、一瞬0913から1302魚肉ハム、ソーセージの生産数量推移、ABCDNHK、試して、合点2020年10月28日放送。特殊放送かまぼこ類品質表示基準。 消費者庁、ありがとうございます。